今回はですね、はい、個人的に僕がちょっとおやつとして買ったこちらピザポテト。この中いつものより濃いのかな。濃い、かいちゃん、うん、濃い、ね、これを使って、はい、ピザトーストを作ります。はい、これをだから粉末状にしようかなと。ああ。だからもう砕いてください。了解です。全部いいの。全部いいです。あ、全部じゃあジップロックにちょっと一回味見必要な分。お、うん、あ、うん、うん、濃い、うまい、うまい、うん。と、トーストだけじゃあれなんで、あれも作ります。なんだっけ、玉ねぎスープ。あ、玉ねぎポタージュ。ポタージュ、今のおやつの分だけ残しとこうかな。あ、優しい、2枚もうそれはもう全部いってください。じゃあ崩すよ。はい。うわ、ちょっとカルビーさんに謝ってマジで。お調子に玉ねぎのポタージュを作ってあげます。おざす。美味しかもね。ケンタ君のスープは。スープ屋さん開きたいです、ね。あ、これね、うん、めっちゃ目に染みるようになるから。で、もう一回。キムは思って叩きよかった。ちゃんと。ちゃ。これがキムとは思ってないよ。キムは踏まれた今。足踏まれた。踏まれてませーす。うわー、食が残ってますね。叩きよっとかキムじゃなくてキムのことを思って叩きよ。俺は叩いてるようなもん。違う。よし、そんなもん。あ、よきですね。よき、ちょっと残るぐらいの。よきき。よし、そしてをピザに敷くのかな。敷く。じゃあパンに敷く。はい、パンに敷いて、その後はチーズ乗せたり。とりあえずこっちに乗せる。まあ使うのはこれじゃないけどね。ピザソース、ここでピザソースかけたら意味ないよね。ちょろっと、ちょろっと薄く、薄く、薄く。で、バル。今マヨネーズは。あ、ありっすね。ありやろ。はい、よし。なんでこの、じゃあちょっと気持ちね、気持ち。メインはピザポテト。気持ち、気持ちすぎた。死にみたいな。気持ちすぎたわこれ。木村氏、これもうちょっと足してもいい。あ、もうちょっといいと思いますよ。もうちょっといい、うん、もうちょっといいと思います。だから上に乗せる、だいたいサラミとかピーマンとか乗せるじゃないですか。うん、それをピザポテトので、大きなの。あー、なるほど、うん。こちらでも玉ねぎプース作っていきます。はい、火、バターを引いたところに細かくミキサーにかけた玉ねぎを入れていきます。で、こっからもう、あ、そうですね、これ。はい、なるほど。じゃあかけさせていただきます。はい、ものすごく濃いピザの出来かもしれない。うん、これもう大量にのっけた方がいい。はい、そうですよ、大量で。はい、お、食べた。いや、もったいなかったよね。おいしい。うん、おいしい。濃いね、これ。うん。それで、この後はチーズ。チーズ。で、チーズでマヨ。マヨネーズ、どっちがいい。チーズの後はマヨがよかった。あ、じゃあそれで。はい、お願いします。やばい。ナチュラル砕けたチーズ。ラクレットになるんですか。あ、にやろ。普通の、うん。ピザポテトをさ、はい、
乗せすぎた。よか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 。山盛りに乗っけてみようか。いいねいいねいいね。梅沢さんチーズ好きですもんね。大好き。よし。よし、もうこっち牛乳入れていきまーす。はい。見つけたっすか。おお、チーズ、さらにチーズ、さらにチーズ、さらにチーズ。有機豆乳でも入れて食べようかな。お前どんだけのすってやって思うやば。でこのチーズの後にまたチーズのすか。味いいっすよ。溶けるかな。溶けんかもしれない。しかもこれ冷凍やもんね、下のやつ。うん、まあ、こんなもんで、はい、そこかな。そしてマヨ、マヨネーズ、マヨネーズを。もうで、さ、仕上げにコンソメ。ちょっ、あ、これでスープ完成です、はい、簡単です。じゃあ鶏も、もう焼いてっていいかな。はい、焼いて大丈夫です。やばカロリーが緑がないですね。本当やね。まあ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 、まあ、まあいいでしょ。アルミホイルかなんか敷く。こっちでする。これいいの。カメラに、大丈夫、カメラに映ってない。大惨事の起きた。引っかかった。ここに引っかかった。だかばい悲しか今。だってちょっと減ったもん、チーズの。マジで低くなってる。最悪。ピザポテトはそんなに減ってない。チーズが減った。ってことでチーズ足します。まだ出す。確かにちょっと低くなってる。低くなったろ。結構ショックだ。減った分のチーズ追加。はい。でも小判なきさ、うん、2つの見た目の皮やん。ってことは、ってことはもう一個の方にもチーズはかけない。そういうことになっちゃいますね。そういうことになりますもんね。よし、完璧完璧。こっちも完璧、こっちも完璧。もうこぼさんぞ。よし、こぼしてくれんかな。ガシャーンって思いっきり思いっきり。よし、はい、じゃあパン焼いていきます。はい、焼いてください。さあどうだ、チェックチェック、いくよ。はい、バイ。あんまいいんじゃね。でもいいか。はい、いいっすね。はい、食べていきましょう。はいはい、はい、食べていきましょう。とピザ、パン、トースト、ピザ、スープちょうだい。お、うまそうね、ピザポテトパン。スープめっちゃうまそう、マジで。スープこれもちょうだい。あ、アサリは入れたか。アサリ入れたら美味しかろうね。それだけでいい。ありがとう。ちょっと飲んで、ここで。ここで。めっちゃうまそうよ、それ。玉ねぎの甘みが、うん、じゅわっと出てて。で、ここにパセリを。うん、うまい。ちょんちょんちょん。めちゃめちゃうまい。ちょんちょんと。ちょんちょんちょん。はい、完成。はい。はい、食べていきましょう。はい。めちゃめちゃうまいです。いただきます。スープ。うん、最強うめえ。うめえ、これはマジ最強うめえ。毎朝これ飲みたい。確かに、うん、毎朝作ってくいてもすぐなくないですよ。朝ほら昨日来てすぐ、なんで俺作ってみんなのほら出てくる前に9時前に、うん、
じゃあこれいただきます。ピザとピザポテトピザトースト、うん、いただきます。どう、うまあ、うまなんか中にサクサクがあるね、うん、不思議な食感、うん、あ、うまい、うんうんうん、めっちゃめちゃうまい。ぶっちゃけね、うん、あのこのポテトが、うんうん、あのしちゃーってなるかなと思ってたさ、うん、サクサクふっくらふっくらこれ、うん、すごいカロリーでしょうね、でもね、うん、めっちゃチーズのせだもんってことで、はい、ピザポテトでピザトーストでした。はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、チーズ多めが美味しいですよ。これめっちゃうまい。はい、はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。